はい、どうも皆さんこんにちは、つなキャピでございます。今回はですね、モッド紹介をやっていきたいと思います。今回紹介するモッドはインスタントブロックモッド、まあ本名わかんないはい、まあ違うんですけど、まあ自分的にまあね、呼び方はこんな感じじゃないかなっていう。はい、ではね、早速もう時間ないっていうかね、今回このモッド結構容量っていうか入るものが多いのでね、はい、たくさん時間かかっちゃうんで、パート2ぐらいに分けてやっていきたいと思います。それでは早速始めていきます。はい、まずね、このモッドはですね、このように、まあサバイバルで作る場合はね、こんな感じでやると、まあねあるブロックが追加されるんですけど、まあ主にブロックはこんだけね追加されます。主にっていうか、ブロックはこんだけ追加されます。はい、まあね、サバイバルでも使える、まあね、めっちゃいいモッドなので、皆さんぜひやってみてください。ぜひ入れてみてください。はい、では僕はね、早速紹介の方していきます。はい、まずこんな感じでね、まあサバイバルでやると、このようなブロックができます。まあこれはクリエイティブでも普通にあります。はい、これをね置くときのね動画をどんどん見せていきたいと思います。このモッドでのねブロックはですね、まず置きます。それで右クリックをねポチッと押すと、はい、こんな感じでね、まあ、動作することができます。これはちなみにピラミッドができます。はい、こんな感じでね、これ簡易ピラミッドって感じですね。はい、次、まあこれをねこんな感じで置くと、はい、マジックタワーブロックっていうのができます。これをも同じようにドン、右クリックすると、はいね、こうやって高いところにできるんで、まあここら辺にねはしごを置いてパパパパパッと登ってね、まあ、ここから高台みたいな感じでみんな見下ろせるっていうね感じのものができます。はい、次、まあ、こんな感じで置くと、マジックエンチャントメントルームブロック、よし言えたはい、これができます。これはね、ほんともうちょっと若干インベントリーじゃない、作り方で分かったと思うんですけど、はい、こんな感じでね、はい、できるので、まあここで高レベルエンチャントとかがすぐできます。次、はい、こんな感じで、マジックライトハウスブロックっていうのができます。これいきましょう。はい、これほんとねすごいですよね。はい、すごいですよねっつって、まだ見えてないからわかんないと思うんですけど、ちょっと開けますねはい、まあこんな感じで高台ができます。これもう海の近くとかに置いといたらもういいんじゃないでしょうか。なんかありがちな感じじゃないですか。はい、続きましてはこちら、今こんな感じで置くとマジックハウスブロックっていうのができます。ドン、はい、これはね、ほんと簡単な、めっちゃ簡単な、豆腐ハウスではないね、若干豆腐ハウスではないね、家が建てられます。これを使うことによって、まあね、このチェストの中には適当にね、まあアイテムが入ってます。この中のチェストの中はね、いろいろコロコロ変わります。はい、ランダムです。次、はい、これをこうやってやるとマジックツリーハウスブロック、まあ、これ結構おすすめです。はい、これねほんとすごいんですよ。つけるとなんとね、まあ、こんな感じででっかい木ができて、まあ、ちょっと適当にねこんな感じで穴開けて、ここをねひたすら上に掘ってもらうとね、はい、こんな感じでね、中が空洞なんですね、この中。はい、なのでこのね中で暮らせばもう最高じゃないですか。もう小学校の頃とかによく夢見たね感じの家ができます。これほんと初心者の方とかにはねおすすめです。どうすこい。はい、こうやってフェンスを置くとマジックウードンペンブロックっていうのができます。こちらボン、はい、これちょっと若干ねバグがあるんですけど、まあこんな感じでねフェンスが敷かれててですね、ちょっとここ透明になってるのはバグなんですけど、まあセーブして一回戻ってからまた開けば直ってます。はい、まあね簡単に柵が作れるというモッドっていうかブロックです。よいはい、アイロンバーズ、まあね、アイロンの鉄柵で、マジックアイロンペンブロック、まあ、これもね名前見れば分かると思うんですけど、さっきと大体一緒です。これもね同様で、はい、今度は鉄柵の、柵っていうか囲いができます。バシャーン、はいこれでマジックネザービーブリックペンブロックができます。はい、これもね、まあ、大体わかると思います。はい、こんな感じでネザーフェンスの、はい、囲いができます。はい、次、
シードとダート、まあ、土とね、なんだっけ、これでマジックワーファー、まあ、わかんない、ブロックができます。はいはい、いきます、ドン。はい、これはですね、はい、ファーマーっていうか、ファーマーじゃない、ファームの、なんて言うんですか、これなんて言うんでしたっけ、小麦粉か、小麦粉をね、一気にまあこうやって生産することができます。なので適当にね、大量生産していけば、はい、もうさささっと作れます。こんな感じで農場が、はい、これ素晴らしいと思いますね。こんな感じで並べるとマジックストアハウス、ストアハウスブロックができます。でこれは、はい、これを置くとね、なんとこんな感じでもうチェストのね、あのなんていうんですか、保管庫、倉庫的なものができます。でまあ一応ストアなんでね、まあそんな感じです。はい、で中身はまたこれも確かバラバラですね。はい、で入っております。バラバラじゃないかな、これはわかんないですけど、はい、中身入ってて、まあね、簡単に倉庫が作れるというものです。まあこんな感じですね。でマジックトラップドハウスブロックっていうのができます。でこちら、おっと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 、はい、サボテンに囲まれたね、家ができます。これはもうね、あ、ちょっとここまたバグってるんですけど、多分サボテン、はい、透明なサボテンあります。これはですね、はい、まあね、敵から家を守る的なサボテンをね搭載した、まあなんと最先端のね、サボテンのハウスでございます。まあね、ちょっと中身がちょっとしょぼいんですけど、はい、あとちょっとこのね、このモッドのバグっていうか仕様かわかんないんですけど、はい、土ブロックじゃない、砂ブロックじゃなくてもサボテンが生えます。はい、これちょっとね、はい、このモッドへの唯一のバグだと思います。はい、いや2個目だな、これちょっとねギャップあるんですけど、なぜかマグマなのに水がたくさんあるっていう、まあねちょっと変わってるんですけど、こうやってやるとマジックトラップドハウスブロックっていうのができます。はい、これねマグマみたいなんですけど、若干中に水が入ってるんですよ、見えますか。はい、はい、これはですね、周り囲いがね、さっきはかぼちゃじゃないわサボテンだったんですけど、今回はマグマが囲いを作ってくれて、まあその中にね家があるというものです。はい、次、これめっちゃおすすめなんでね、ちょっと、はい、どうぞ。はい、これ僕が一番好きなやつ、ドン。はい、これ本当にすごいです、マジで。はい、こんな感じでウォータースライダーができます。もうすごくないですかこれ、ちょっと乗ってみましょう、いきます。でてれってトゥトゥルートゥ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 ルトゥ。はい、まあこんな感じでね、自分にはなかった発想なので、めっちゃこれ面白いと思いましたね。さらにですよ、ちょっと待ってくださいね。このね、モッド組み合わせができるんですよ。例えば1個置くじゃないですか、で2個目例えばここに置きましょう、で右クリックを押すと、はい、まあね、こんな感じつながるわけですよ。でここをね、もう吹き抜けっていうか穴開ければですよ、はい、こっからね向こうまでダイビングしていけるというね、なんとも面白いことができるんですよ。ちょっとこれもやってみましょう。このほんとブロックが個人的に2番目なんですけど好きですね。いきます、トゥトゥルトゥー。ほんとこれすごい、いきます、ジャンプドジェン。はいまあね、ほんとこれ自分になかった発想なのでめっちゃ好きですね。これもう何回でもできます。じゃあもう一回やりましょう。次、もうこれもね結構おすすめです。もうこれ発想がすごいですね。はい、これほんとすごいんですよ。いきます、はい、これ何かと思う方いるかと思うんですけど、もし敵がね攻めてきたら、まあ、ここに入ってるのは弓とね、いや、まあ、分かる方はもういるんじゃないでしょうか。はい、こっから敵を狙うことができます。はい、まあなんていうのかよく分かんないですけど、はい、すごいですよねこの考え、ほんとすごいと思います。こんな感じでマジックアリーナブロック、これはねもうほんとサーバー立てる人ならおすすめ。はい、これはい、これはねほんとアリーナですよ、アリーナ。まあね、これ PVP 好きな人とかね、 1v1 サーバー立てたいなって思った時にこれ使ったら一発で、はい、マップ1個完成ですよ。もう素晴らしいですねこれ。はい、さっきののマグマバージョン、マグマラバーアリーナブロック、これさっきのと似ていてですね、はい、立てると、まあね、この横がマグマになってるんで、ここで素手で落とし合いとかそういうねゲームができそうな感じですよね。これもまた面白いと思います。これねちょっと見ればわかると思うんだけど、さっきっていうか結構前にやったやつと大体一緒。
はい、これドン。はい、これはですね、まあさっきっていうか結構前にね紹介した砂じゃないわ、小麦のやつと大体似ていてですね、まあ、これはサトウキビのそれができます。はい、こんな感じで、ドクシ。はい、これもねちょっと見ればわかると思うんですけど、もう察しのいい人は気づいてるはず、マジックメロンファーマーブロック。まあもう悟った方いると思うんですが、はい、これはねメロンの果実じゃないわ、農場ができます。次パンプキンシードと、これで、はい、もう皆さんわかりますよね。はい、もう皆さんわかってると思いますが、一応やります。はい、ボン。はい、かぼちゃの農場ができます。